なんか好きなやつ選んでます。うん。じゃあこれでステージを作って。まずは。拾うやつは、まあ、ゴールから置くやつだから。まあゴールできるんでしょ。ゴールできる。で LR で回転するこうやって。普通にまあ、そうそう、これぐらい。これはブロックだな。まあ、切るブロック。浮くんで大丈夫です。これでいいか。これいけるの？え、それ一番乗りぐらい。必死。あ、ちゃうの？できんこれ。足がついてるかな。つくようになったんだけど。なんか回った。なんかうまいことやると言ってるけど、私はうまいことしかいけないから。いけた。ここはいけるか。なんかそこで回った。金網は床の上にしか置けない。なるほど。トゲです。何をしてる？もうゴールに置く意味ある？これ。あの、トゲの向きってもね。トゲなんで。これができる？トゲの向きしか置けない。ここはいいかも。これ見なくね？これ何で反応するんだっけ？あ、横か。じゃあ意味ねえわこれ。あ、バカ落ちた俺。あ、いけた。あー、ミスった。入り口に置くのあんま意味ないからな。破壊できる。物壊すってやつ。物壊す。なんか色が反応してるのはその要するに、ね、破壊できるやつ。その赤枠のやつが壊せるから。これは別に、まあ、別に壊さなくても、まあ。あ、ミスった。ミスった。羊使ってるから。ベーおー。おい、それ。あぶねえ。クローズ。あぶねえ。思ったより吸引力ないんだよ。あんまいいとこに置かない。なんだ、別にそれ。どうしよう。入り口これなんだろう。リーフ、意味がねえだろ、これ。当たるわけない。あ、ってことはこれ。これ、血管が見つかった。メッセージ。
れだよなこれ血管作って自分だけクリアできるようにするゲームだよこれ。なんか面白いもんが出ねえな俺。どうすかな俺。あんまり面白いギミックないぞこれ。だったら舐めにはないから。うまい俺。これあれなの？取っても平気なんだ。いや、と勢いなんだよ結局。ああ。止まると吸い込まれるから。加速ついてる時に飛び込めば。はい、おー勝ちました。じゃあもう一回ルール分かったよ。もう一回ね、なんか三代武あのステージ作りのセンスあんまりなし二人ともあんまりねえなんでそこ置くんだよみたいな。よしここもう一回。人に対して飛ぶ言う。だって俺もっとこうやった方が面白いじゃんみたいなあるけど、なんであの入り口何の意味なんだろう。なんか人に対なんかこう黙ってやるってことができないみたいな。ブーブー言うなんかどっちかって言ったらさ、センスっていうか俺はとりあえずなんかもとりあえず置けばいい妨害するやろ。いいゲームなんだからさ、なんかセンスとかどうでもよくない。いや妨害、いや妨害はいいんだけど妨害になってねえだろあれ。これは別にだともうクリアさせないとゲームにならないから。あんねルールとしてルールっていうかあの、うん、全員ゴールかあの全員クリアできないと全くポイントが入んないんだから。いつも当たっても終わらないもんね。そうそう、なんとなくクリアできるようにちゃんと作んないといけないんだけど。それクリアできるんだ。作ってはいい。じゃボヨーンって跳ねるのかなってイメージだったんだけど、こっち側でもしかしたら逆じゃね。逆だそれ、逆だそれ。あの木の方が分かりづらい多分最初の初期設定が確かに上向いてたからね、あれが。なんかさ、跳ねないんだよね、思ったりしてるこれ無理なんだよ。でもさっき私言ったよ、ジャンプ押しっぱいだよ。タイミングがちょっとし怖いさ。やったあ、やったか道具の効果知らないとこれ影さんのいいのかこれですか。あ、まあ、これ蜂蜜はあのあドアはなんかドアは一定時間に開いて一定時間閉まるからタイミング次第になる。タイミング次第になる。ああ、なんかとりあえず一歩、うん、壁越しでなんか作ったら壁越しってかそう置いて適当に置いて、うん、まあどう置いたら、まあ、結局そこはあのなんだろう飛ばれるけど後を考えて。いや、まだね、これ、ギミックが。あー、しまった。
終わるぞ。あと2回ソロ勝ちしたら、ソロ勝ちっていうか、ああこれか。そこら辺面白くないよな。とりあえず何をどう仕掛けたらどう動くか分かんないから、いろいろすればいいか。これどうするかな。あ、それ難しいな、このヤポール。ここかな。あれか、あ、それは滑るよね。いや、そんなの滑る、滑る、ここじゃ。これ、いい高さに置いたんじゃねえ。あ、まあまあまあ、開いてる、そう、開いてる。コツは1段高くやるってこと。1マスはあれもダッシュシャーミーでさ、あの抜けてんのか。多いなこれ。蜂蜜はね、あのジャンプが低くなるのと、物とくっつける。今これがくっついてる状態だから、あ、移動する足場にくっついてる。後に考えて、なんかいいの来ないねこれ。あんまり。それだと多分動かねえんだね。あー、でもまあでも下のルートなんだよ。それ全く意味ないだろ。やった。テンション上がっちまった。誰だ。おやった、俺もう終わりこれ。勝った。じゃあ牧場あるか。牧場の農家ねってことはないけどね。農場だと思う。農場ある。はい、本家のクッキングに近いって。こんな感じなの。この辺はただのブロックだからね。うん、ただブロック。ただ見た目が違うだけ。だからあれでしょ、さ、極端な話でこういうやつでさ、ゴール全部囲ったら誰もゴールできなくなる意味がなくなるわけだよね。そうっすね。まあ、すぐ爆弾が湧くんだよ。何なんで、むしろ簡単になるそれ。本当入る。そう、これだとこれ焼こうかしいけど、ポイントが入らない。のんびりしすぎじゃないの。それだとクリアできねえから、こうするしかないな。壁ダンスのせいに。なんか俺が補助してる。なんでそれ。ステージ構成おかしいね。あ、ダッシュしながら飛ばないと多分壁切りがどっちかいけないでしょ。絶対いけなくなってるから。もう介護した介護に。左落ちちゃうと、すむんじゃないかな。
タイマーは取ったらスローモーションになりました。あー、どうしようかな。秘密はこの足場の足場に置いて、この回転する足場に置いた方がいい。こういうこと。そうそうそう。後を考えて。返してつけるかこれ。ああ運ゲーなんだ。ちょっと。ああバカやだ。スクーラーのセンスいるな。あ、間違えた、俺爆弾使わなかった俺。明らかにあそこつまんねえから消しちゃえばよかった。あーこれだろ。どうしようかな。足は消したらそこここら辺に置いて。それも何の意味ねえし。あ、いや、馬がここに置いた方がいいと思うよ、俺。ああ。そう、そう、下、そう。なかなか盛り上がる選手な。考えてこれ使おうか。どうしようかなこれ。置く場所、置く場所むずいなこれ。スローモーションってなんかいまいち使い道があんまない。あんまない。結構選ぶ人少なかったお前にやったら。うわどうしよう俺。高さ稼ぐかも普通に。いやどうしよう。先がかかるの。すげえ回転してるんだよ。いやでもあれで作るやついる。あ、お花。あ、いや俺ふさげなかったかな、そこ。赤いところを釣れないとだね。どうしようか。あ、嘘。あ、ダメかそこ。ソロ。ソロ。デスゴ。デスゴか。殴られて殺したか。いいな。
かった。これはあれか、トゲが入れ替わるわ。時間、周期で。あ、やったもん。氷の予想以上すごい。あ、入った。タイミングが難しすぎるんですよ。2つ揃わないみたいな。ゲームキーパーすぎて。こう出てくるや。誰も怖すぎるし。わあ、そんなめっちゃ運ゲーじゃんここ。こっちか。こっちか。マジで。意外と見るとこは少ないですね。ちょ、あー、ここでジャンプ、ここで頭ぶつけるのか。違うの、多分肝はここな。これはあれかね、もうなんか壊れるタイプのルート。壊れて復活するんだっけ。復活する。じゃあ先着順しか見えないって感じだから、多分ここだ、ここだもんな、これ。ここで詰まっても面白くないんだろうな、ここは。どうでもいい。ここでゴダゴダしてあー違うな、これ下から行くんじゃねえ、これ。上無理じゃん、絶対あれ。下から行くんじゃねえ、あれ。ハッキング来た。真ん中取れるんだっけ。いやー、ごたついてんな。これだろ。これいい難易度だったんじゃない、これ。どうしよう、これいらないな。スッタル、復活しなんだっけ、俺。復活しなんやろ。復活しなかった、お前。わー、ダメか。え、今まで生きてたじゃん。回転どこ。
え、じゃあラケットにぶつかったような気がする。なかったじゃん今まで当たり判定が急に出てきやがって。そうだから、あ、多少乗るはず。でもあんま乗らない。でも下がってくると止まるよ、そのなんか。ああ、考えたことねえよ。そんなテクが。だから1マス、マリオみたいにこう、1マスだけ高さが空いてたとしても、しゃがんでこう進むみたいなわけな。コインはね、ゴールした時にボーナスがもらえるだけで、多分、最初足場だもんね。あんまりコインが面白く左右したことないんだよね。やべ、やばい、まんまついてる。あれにかけるしかない。あ、無理か。あれにかけるしかない。やったー、いけたー。乗れるのね、ちょっと。そうそうそう。なんつうのあれ。全員ゴールしてもダメだってんのかな、いや。いや、結構よくできてる、それは。もう元に戻らないんだけど。こう投げるよね。あーまあ、あんまりいいの。横にしたら、返しになって完全に上に登れなくなるから、下ルートがなくなるから。でももうすでに下ルートってか、紙飛行機はブロック。あ、そうか、あれで防いだんだ。もうちょっとギリギリ下を狙うつもりだったんだけど、さっきのブロック壊れたかな。壊せばあるでしょうか。なかったら、好きは前から絶対思います。蜂蜜、じゃあそこら辺置いて、これ辺、そこら辺置いて、これ辺、これ辺置いて。あ、いいね。それ面白いか。あっ、あー、ドレタすぎる、マラクション。おお、そこ行くか。なんか悪い。あれだけで相当気になるから。ああ。これ横
すと伸びるやつどこなんだろう。使い方としては、なんて言ったらいいの、あれかな、紙飛行機とか当たったら作動するのこれ。そうそうそう。だから、ニアとかだったらもっと使い勝手がいいんだろうな。バカ野郎、積んでんじゃん。無理か、困ったー。でもそこ乗るじゃんだね。やばい、届かねえ。危ねえ。あ、で、結局リーチのままか。なんだけどお前。あ、行った。勝った、危ねえ、勝った。俺のルート作ってさ、行こうと思ったんだけど、俺が登るの失敗した。自分だけ作れるルート作るのが近道。結構ね、これ やり込んでるオンラインの人多いの。だからもうちょいあるからね、もうちょい。これ未だにオンライン流行ってるじゃん。なんかここ下がなかったらいいのね、この部分。
思う。あ、うん、普通にさ、最初はゴールさせるように作った方がいいと思う。こうとかじゃない、なんか埋めて下いらないもん。最初は普通にゴールできるように作ったらいい。1ブロック分しか飛ばないよ、蜂に積むの。1ブロック分ぐらいしかジャンプしたから。うわぁ、すげえ楽しかった。それはあの足場になる、その線、あの何なんていうの、消火線。水勝手に出る、出る、時間で勝手に出る。だから、その水がブロックになると思っていい。あ、そっか、粉っこなのかね。何で説明？入り口とかに。入り口とか出口も好きやな、見え方。上に置ける。ああ、そうか、これは単純にカットされるだけか。そうそう、カットされる。なかなか練習するよ。頼む、頼む。じゃあそうだろ。あんなとこ置かれたら絶対上行くだろ。あの間通らないでしょ。待った、やった、ソロ。おー、出すぎだろそれ。あ、じゃあそれに合わせるかな。パンチングマシンはいい感じのとこに置いたら、どうしよっかな。まあ見つけらんね、どうしよう。あんまりね、あれの普通のノルジェブロックで利用されちゃうから。走るのいいや。これどっから行くんだこれ。意外と下がザルなんじゃないでしょうか。違うか、違うか、これ下ニュータンってある。ちょっと下に落とされた。あぶねえ、刺さってますが、私妨害するな。妨害してんだよ。お、一周しかねえだろそれ。今いいと思ったのに。絶対上無理かこれ。てか、はい、そのやられ方はとても良かった。え、来ねえ、なんでだよ。ここで来なかったらいつクリアすんだこれ。爆弾、うん、あそこのゴールだけ不満だから消そうと思ったのに。
どうでもいいだろ、ボーナスなんだよ。なんだよ、ボーナスって。いや、なんか、作用しないように。こう。どうすっかなぁ。なんでそっち向きに置いたんだよ。どうすんだよ、そこ。下のあたりで行こう。だからこんなクリアできないだろ、こんな。え、これどこから行くの？あ、ちょっとジャンプしただけ死んじゃう。どう？ステージ。うまい、俺挟まって死ぬ気がするぞ、俺。タイミングが上げないかしら。いや、ないだろ、タイミングなくねも、あそこマリオメーカークソマッポーなのに、やさ強化人気だよ。あぶね、ちょ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 、ついてかれついてかれついてかれ。こんなタイミングだ。うわ、ねえ。あの、噴水だけ邪魔なんだよ。あの噴水っていうか、あの消火栓が邪魔なんだな。来た。あ、初めて見たか。何それ。なんだっけそれ。それだけ不満なんだよ。蜂蜜あるけど、くっつく蜂蜜ないな。ロケットなんだっけ。あれ覚えてねえよ。あ、いや、まだいい。設定だった。え、そこ。あ、そうだそうだ。そうだそうだ、それそれそれ。やった、俺だ、俺んだろこれ。あ、空が難しいんだよ。ジェルパッド。かっこいいんだけど。お、いった、いった。これありきのステージ。頼む。シューティングステージが刺さってない。助かった助かった助かった。シンデスゴ。あ、デスゴ少ねえんだ。そうだね。クレはするけど。ポータル来ない。ポータル来てほしいんだけどな。じゃあもうゲーム性は大幅に変わってきたんだけど、ここだろ。まさかの空中ステージになると思わなかった。ここ、あ、まあそれだと上潰した方がいいんじゃないの、そのホール前の。絶対右から行くぜみんな。それそこじゃなくて、その弓矢の上。弓矢の上。うん、そこは。絶対だって右から出るじゃん。バカ野郎。順番。わあ、俺の試合が。斜めに飛ぶんだよ。ゴールするか、というか、帰ってきた。あぶねえ。あぶねえ。あー。あ、間違えた、俺間違えた。ブラックホールだろ。なんだよこれ、どこに置く。ここか。上、上これで塞ぐか、これで。空中ゲーなんとかしてなかったね。ああ、いいんだよ。割かし両芸になったんだよ。
ポン。宇宙ゲームはなかなか新しくて面白かったね。ここじゃねえんだね、やるなら、うん、もうちょっとなんか広い、もうちょっと広いとこ頼む。よし頼む。いけたのか。ここだ。あぶねえ、勝った。いや、ダメだな、私が勝ってる。俺トラップ越えてばっかり。頼む。ポータル、これ楽しみにしてたのに、ポータルあったらこう絶対ここに置くんだってところだったのに、ポータル来ないですね。ちゃんと着地してゴールするように。なんかくっつく、くっつかない、くっつかないな、うん、くっつかない、あ、くっつか、あー、あはははは、違う、違う、違う、うまい、うまい、惜しい。やばいっす、飛びすぎじゃない、どうしようもってありすぎじゃない。ミラクルが見てんだよ、ポータル、ポータルなかった。これでなんだか決着がつきそうな気がするんだけど、1個せ前提なのに1個しか出ないの、またそれはちょっと寂しいです。あそこ地獄なんすね。あのゴール前、あの交差して、あのくるくるが交差してるとこが地獄。そこには行きたいとも思えないんだけど、タイミングが分からないんだけど、マジで。あ、呆然とするんだけど。ダメか。いやだ、ここだ、あぶねえ。やっぱり移動できねえ、蜂蜜のせいで。だから真ん中のデスゴでいけそうだって。デスゴも考えたらいいのか。あ、ホタル来た。ホタル何が違うの。あ、でもな、そうなんだ。あ、でもなんかもうずっと考えてたステージがこうなってくると、あー、ポータルこの辺で設置しちゃうよ。入り口に設置しようかなと思う。入り口っていうか、なんかこの辺とかに設置したかったんだよな。え、俺だったらここに設置しちゃうよ。殺されんじゃねえよ、これポータルここに。ここ、いや、入った瞬間に死亡みたいな。それもいいけど、あ、いらないじゃん、これ。そこに置くの、これ、これ。え、ゴールした今。ゴールした。あ、あ、刺さっちゃった。あー、やったー。すげえ今。やったお、すげえ今。あの、なんかね、ピタゴラスイッチみたいになってて今、俺が。なんかすごい、キャッキャッキャッ。死のピタゴラスイッチになった。次やるか。死のピタゴラスイッチはちょっと面白いな。